アプリリア RSV1000R、RSV1000R、RSV1000R とは、アプリリアが製造、販売する、スーパースポーツタイプの4ストローク 998cc の大型自動二輪、オートバイである。1997年、その頃ドゥカティが、唯一の 1000ccv ツインエンジン搭載のスポーツモデルを生産していたが、 ホンダ VTR1000F 及び鈴木トルコリラが相次いで発売された。この1年後の1998年にアプリリアより現在の RSV1000R の前身である初代 RSV ミレが誕生した。RSV ミレ最大の特徴は他のメーカーが90度 V ツインを使用していたのに対しクランク前方と後方に二軸バランサーを備えた。 それでも十分特徴的であるが60度 v ツインを採用していることである。また、それにより v ツインモデルとしては非常に高い前輪荷重と長いスイングアーム長を可能にしている。しかし、フロントを軸に旋回していく現代的なハンドリングを持つ反面、60度 v ツインは高さがあるために高重心のものがリターンするのに合わせてコーナリングする嫌いもあった。なお、 RSV ミレは1998年の発売開始からエンジン搭載位置やエンジンチューニング、ビッグバルブ化など細かくマイナーチェンジが施されている。そのため、便宜上1998年から2000年までの初期型 RSV ミレを ME 型、2001年から2003年までの後期型 RSV ミレを RP 型と呼んで区別することがある。 RP 型にはさらに厚みのあるシートカウルを持った1型と薄いシートカウルに変更した2型が存在している。最終型 RSV ミレである2003年モデルは最も熟成された RSV ミレとして高い評価を受けている。後のツオの線及びツオの線 R はこの2003年モデルをベースとしている。RSV ミレは2003年にフルモデルチェンジを受け、 RSV1000R として生まれ変わる。新設計されたフレームは、マスの集中化を目標に掲げ、フレームはヘッドパイプ位置を下げ、リアフレームも下げられた。これによって、先代の癖を解消している。また、v ツインのトルク特性は、どの回転域でも味がしっかりと味わえるように、調教された。RSV1000R は2006年にマイナーチェンジを受け、 エンジン特性の適正化、ハンドリングの向上などを掲げて大きな変更を受けている。また、従来型 RSV1000R で新規設計ゆえの様々なトラブルを引き起こしてきた各種部品をリファインし、高い信頼性を獲得するに至っている。アプリリアはスーパーバイク世界選手権に RSV ミレを投入するにあたり、RSV ミレをベースとした。 エボリューションモデルを開発する。これが RSV ミレース P というモデルである。エンジンは当時交流のあった英国コスワースがチューニングを施し、エンジン搭載位置の変更、ボアストロークの変更、さらにプラグをシングルプラグにするなどで最高出力を 150PS と大きく向上させたモデルである。レーシングパーツを一通り装備したこの RSV ミレース P は、 日本にはわずか2台だけ輸入されており、大阪府大東市の RS 大地ファンナ本店に長く飾られていたことが知られている。日本国内で唯一ナンバー登録されている、エンジン始動可能な動く最後の1台は、プロレーサーや関係者が集まることでも有名な、静岡県富士市吉原にある和洋中パスタ居酒屋、稽古クッキングチキンに行くと観覧ができます。RSV ミレースピート、 スタンダードの RSV ミレの間を埋めるモデルとして、RSV ミレ R が発売されている。この RSV ミレ R は、スタンダードをベースとして、専用、オーリンズフロントフォーク及びリアサスペンション、カーボンパーツなどをおごった豪華仕様で、目玉として、OZ レーシングのアルミ単像ホイールが装備、されている。このアルミ炭造ホイールのデザインは、非常に好評だったため、 後の RSV1000R ファクトリーにも採用され、これを模倣したデザインのホイールが、ペガソストラーダ、果ては RS125 まで採用されることになる。RSV1000R には、ファクトリーと呼ばれるペットネームを持つモデルが存在する。内容としてはフレームを黒塗装に、ブレンボ製、ブレーキキキャリバーをラジアルマウント式に変更、前後サスペンションをオーリンズ製へと変更。 さらに OZ 製アルミ単造ホイールや車体にカーボンパーツを採用したエボリューションモデルである。車重はカーボンパーツ採用により 4kg の軽量化されている。また、2006年モデルはこのファクトリーのみ発売されている。なお、さらにこのファクトリーをベースとした限定モデルネロが存在しているが、日本国内での輸入台数は0台となっている。 SL1000 ファルコは1999年に RSV ミレのエンジンを低中速向けにリセッティングしたライトスポーツモデルである。RSV ミレとはフレーム形状、スイングアームが異なり合成の適正化によって乗りやすさを追求している。また、大容量タンクの装備や出力をあえて 119PS まで落としたことでツアラーとしても優秀な性能を発揮した。 悪の強いスタイリングと、やや低出力で性能に引い出たところがないこと、また、後発の RST1000 フッツラと競合してしまった、ことで販売が低迷、あえなく SL1000 ファルコは、生産中止となってしまう。なお、このモデルのポジションは、後のツオの線が引き継いでいる。イタブ 1000K ポーノードは2000年に、RSV ミレのエンジンをさらに低中速に、 リセッティングしたアップライトなツアラーモデルである。独創的で悪の強いスタイリングに身を包み、フレキシビリティの高いエンジン性能、高い走行安定性などで、アプリリアの販売台数を地味に支える修作で、登場から各市で非常に高い評価を受け続けている。日本ではアップライトなツアラーモデルは流行らないことと、メンテナンス体制を維持することが難しいとの判断で、 未だ正規ルートで販売される見込みはない。途中、イタブ 1000K ポーノードラリーレードという足回りをロングストロークにし、オフロード走行にも対応したモデルが追加されている。現在もなお、ツインプラグエンジンを搭載している唯一のモデルである。ブルーマーリンは2001年に欧州モーターサイクルショーに登場したネオクラシカルスタイルのスポーツモデルである。 ペガソ650のフェイスに1960年代のバイクのような長細いタンク、そして金星な美しいスタイルで非常に大きな反響を呼んだコンセプトモデルであった。しかし、このモデルの販売実現には非常に大きな障害があった。それは V60 エンジンゆえのエアクリーナボックスの配置の難しさで美しいタンクを再現するためには、 エアボックス容量に制限を受けざるを得ないため、作ったは、良いものの最高出力が 60PS 程度と、エンジン性能が著しく低下してしまう。結局、改善はできずに販売中止が決まってしまった。RST1000 フッツラは2000年に発売された、RSV ミレのエンジンを低中速向けに、リセッティングした、ツアラーモデルである。斬新な近未来的なカウルデザインと非常に美しい。 メーターパネル、実用性の高いパニアシステムなどなど初めてのツアラーモデルとは思えないほどの完成度で話題となった。設計者は元ビモタのピエール・ルイジ・マルコーニであり、この RST1000 フッツラを作るために専用のデザインチームを立ち上げてフレームから設計し直すという力の入れようであった。完成した RST1000 フッツラは、 過去最高とも呼ばれるほどの高い実用性を獲得したものの新たに投入された技術がまだまだ熟成不足だったこととアプリリアの販売不振により電撃的にマルコーに解雇デザインチーム解散のウキメニアや RST1000 フツラの開発はストップ販売不振ではなく開発チームの消滅によって生産が中止されてしまったちなみにこの時に マルコーニのデザインチームでは SR500 レオナルドを開発しており、世界初の 500cc にサイクルインジェクションの販売開始に向けて熟成を進めていたが、これも同時にお蔵入りしている。ツオノは2002年に RSV ミレをベースとして開発されたネイキッドモデルである。基本的な構成は RSV ミレとほぼ同じだが、特徴としてアップハンドル、 ビキニカウルが採用されている。当初は限定200台のみでリバリーされたモデルツオの R であったが、マーケットからの要望により正式ラインナップが決定。ツオの線としてパーツグレードを落として発売される。また、現在のファクトリーと同型仕様のツオのレイシングも存在する。このモデルはツオの線をベースにレーシングカウル、オイルキャッチ機能付きアンダーカウルも セットとレーシングエキゾーストを標準で付属させた限定モデルである。購入者は任意に行動設定とレース設定に変更することができ、なかなか面白い試みがされていた。2004年には外装ペイントデカール類を一新してツオの R として発売されたが2003年までのツオの1000と同じものである。2006年にベースを新型 RSV1000R にしたモデルチェンジが行われ、スタンダードモデルとエキゾースと変更、カーボンパーツ装備のファクトリーがラインナップされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。